ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあね、速報の動画でも豊さん田中将大投手のことを挙げていましたけれども、はい、まあ、早速なんですけれども、はい、もうヤクルトが井の一番に、はい、獲得調査というふうな記事が出ました、はい、まあ、豊さん、これはやっぱりヤクルトはピッチャーと必要というところで動くのか、まあ、必要なのとヘッドコーチに島がいるよね、はい、あ、そうですね、まあ、昔よくあのバッテリー組んだという、はい、で、まあ、マー君と話そうと思えば話もできるだろうし、はい、まあ、状態聞くことだってできるだろうし、はい、まあ、楽天で何があったかっていうことも聞くと思うんだよ、うん、その上での、まあ、話だと思うけどもね。そうですね、はい、で、まあ、ヤクルトは獲得調査、はい、そして阪神と西武の名前が上がってきて、はい、ここは参戦はしないというような記事が出ました、はい、わざわざ言う必要もないと思うんだけどね。そうですよね、はいはい、まず阪神なんですけれども、はい、球団本部長が球団の納会が行われたところで、はい、まあ、多分記者の方に問われたんだと思うんですけれども、動きたいのが山々だが、うん、動くというより他で頑張ってほしいと思っているというふうに話したと、まあ、動きたいのは山々でも他球団で頑張ってほしい、まあ、甲子園が似合うとか、まあ、例えば帰ってきた時にね、はい、まあ、そういう期待されるファンもいると思うんだけども、うんうん、ただやっぱこうあそこはね、若手の優秀なピッチャーもいるし、はい、まあ、できるんだったらその優秀なピッチャーに枠を開けたいというかね、あげたいというか、うん、まあ、そこでチャンスをつかめっていうようなことで、はい、やっぱもうベテランはという、うん、まあ、そんな感じもするし、はい、まあ、西武の方はやっぱ優秀なピッチャー多いよな、はい、そうなんですよね。だからあえてまあ、そのピッチャーを補強するというよりも、はい、まあ、逆に言えばバッターが欲しいからね。そうなんです、まあ、マー君ぐらいの年で、うん、マー君がバッターで、うん、なんかかつてすごい成績を上げてたみたいなさ、はい、そういうんだったら可能性はあるかもわからないけども、うん、ピッチャーという部門では、はい、やっぱいるもんな、あそこは。西武はそうですよね、はい、まあ、西武は、球団副本部長が現段階では前向きに考えてはいないと、うん、いうふうな話をされたということです。セーブは大体こう引き気味だからね、あの FA とかもかあんまりこう、まあ、現状でなんとかしようっていうふうに、ん、まあ、なんかこう考えてるようなセーブは今ね。そうですよね、うん、で特にピッチャーはね本当にいるのでセーブは、まあ、そうだな、はいはい、あえてというところなんだと思います、はい、で、まあ、ヤクルトはやはり獲得調査進める方針ということで、はい、あと他にちょっとあの記事ではなかったんですけどニュースでやっていたのが、まあ、日本ハムと中日参戦するのかみたいな話題も出てたんですけれども、まあ、エスコンでね、はい、まあ、北海道でってなると、うん、まあ、高校時代3年間過ごした年だし、うん、まあ、北海道の人たちにものすごいインパクトを残してるよね、はい、だからまあそういう意味ではなんかファンが、うん、また見に来てくれるとか、うん、応援してくれるとか、うん、まあ、そういうこともあるだろうし、うん、まあ、バンテリン行けばバンテリン行ったで、はい、まあ、球場が広い分だけね、うん、思い切って投げれるとか、はい、そういうこともあるだろうし、うん、中日の方は、はい、収穫力っていうか、うん、集客力っていうのは戻ってきてるんだよね、今。そうですね、まあ、結構立浪監督になってね、うん、ファンも結構球場に足を運ぶようになって、うん、まあ、やめてどうなるかっていうことはあるにしても、はい、まあ、一つ の, そのスター選手を取るっていうことは、うん、まあ、考えられないことはないな、うんうん、ただ例えば、まあ、まあ涌井投手というベテランもいる、はい、プラス、まあ、小笠原投手は抜ける可能性が高いとしても、うん、はい、例えば松木平投手、中地投手などこう育てて金丸取ったからな。あ、そうですね、金丸投手も取ったので、うん、だからまあそこら辺がどうなのかなっていうふうには思うけども、うん、やっぱそのなんて言うんだろう、まあ、ベテランベテランって言うけどさ、涌井、はい、だってベテランの中でもちゃんと怪我さえなかったらローテーションを作って、ね、しっかりした投球見せてくれてるし、はい、ああいう風なベテランだともういてくれると本当助かるしね、うんうん、だから、うん、まあ、そういう風に何て言うんだろうな、パフォーマンスが出せるかどうかだよね、マー君。だから今年1試合だけだから、はい、これがネックになってるんだと思うよ、うん、これがローテーションあれしてて、まあ、5勝でも、うん、何勝でも、まあ、5勝8敗でも、はい、まあ、今年負け越したとしたとしても、うん、しっかり投げれるんだっていうのを測っとけばね、はい、取りやすいけども、ファームでちょっと投げてたからだってさ、1軍で1試合しか投げてないから、うん、まあ、そこら辺がちょっとネックになるのかなっていうのは感じはするけどね、うん、あと中日は涌井投手もそうですし、同年代同い年の大野投手もいるということで、はいはいはい、まあ、若干そうすると平均年齢は上がる、もし入った場合、うん、上がるものの、やっぱりその若手
でもね、仲がいいか悪いかっていうのはこれ大きな問題でさ、まあ、そうでしたね。いやだからこれはね、やっぱりそういうところでは若手だとまだなんとかなるけども、うん、ベテランの仲悪いっていうのはこれもうこじれてるぐらいな、うん、その前に。どうしようもないですね。いやだからまあそういうまあことは多分ないとは思うけども、はい、だから慎重にはならなきゃいけないなっていう。まあそうですよね、はい、あとは中日小山コーチ、まあ、はい、あの楽天で一緒に半やってました、はい、小山コーチもいるということで、うん、まああのなれね、勝手知ったる仲間というか先輩がいるという。まあそれはやっぱりヤクルトだって島がいたりとか、はい、あの小山がいたりだとかすると、うん、まあ行きやすい、声をかけやすいっちゃかけやすいよね。うん、ただそれがそれだけで採用するなんてありすぎないか。それちょっとありえないですよね。だから、なんていうんだろうな、まあ例えばあれだけの、うん、ベテランになるとマー君の素行がどうなのかとかさ、はい、チームにおける球団、うん、あの楽天での素行がどうだったのかとか、はい、まあいろんな調査すると思うんだよね、うん、だからまあそこでよしっていう風になれば、うん、とっても損じゃない人だよね。まあ、そうですよね、うんうん、あとは、まあ、北海道、奥様、はい、佐藤舞さんが北海道出身。ちょっと待ってこのチャンネルさお前ねよく言うけど出身関係あるかもこうなって、まあ、そうあの、いや選べる立場じゃないわけだから、あんたとばわないおじいちゃんおばあちゃん、そりゃさ24で優勝してさおお楽天やめたみたいな、あもうやってらんないと、うん、ね、おどっか行きたいと、うん、どっか取ってくれませんか言ったら、はい、11球団が手を挙げるそ, う、ね、そしたら選べるけど ね、そんな立場にないし、まあそうですね、うん、そりゃ北海道はいいとこだよいいとこですよね、まあ、いいとこで、まあマー君だって嫌いではないと思うけど、うん、まあ、そこにすんなり収まるかっていうとさ、うん、まあそんな簡単安易なものではないよなっていうのは思うけどね、うん、だからね、名前がありすぎるとか大物すぎて、うん、そうか、やっぱね邪気に扱えないし、うん、契約したは1年で、うん、もういらないなんていうのも、うん、なかなかやっぱり失礼は、そういう失礼はしたくないっていうのもあるし、例えば1年契約っていうのはなかなかしづらいし、まあもともと1年契約だよ、はい、あの楽天の選手はね、ああそっかそっか、ただ FA 取って、うんうん、それを行使して、うん、あの何年契約か4年契約とか、うん、3年契約とかそういう複数年契約に持っていくわけだから、 そうか、はい、それは1年契約は契約だけども、うん、だけど取りました、まあでも大丈夫か、活躍しなかったら首切るしかないもんな、そういう世界だからな。そうなんですよね、なのでそこら辺のとか、まあ、シビアなのかなと思うんですけれども、ただマー君の話を聞くとさ、それはまあ出たくなるな、あのちょっとそうですね、その記事も出ましたね、うん、交渉わずか1回15分、まあ大幅な減額制限を超えて提示ということで、もう期待はされていないということがその席で伝わったということで、協議は1回ですね、1回ですし、石井さんとお会いしたのはその1回だけですね、球団に自由契約の意思を伝えたときはいらっしゃいませんでしたというふうに明かしたと、でまあ、結果が出なければ下がる、ダメだと思われればカットされると理解を示しつつ、提示を受けたときに個人的にはもう期待されてないんだな、最適な言葉がなかなか思い浮かばないですけど、これはもうちょっとここを出て新しいところでやる、うん、求められているところでやるのが自分にとって一番というふうに、まあ、決断したと。まあそうだな、やっぱりねベテランになると寂しい思いもするよ、はい、孤独にもなるしね、うんうん、だからまあすごく気持ち上がるよ、うん、あの球団提示、ね、見た時に、ただ金額あるだけいいじゃないかそうです、ね、サッカーないんだから、ゼロ提示だから、そうなんですか。いやまあそれは首だけどね、あ、まあ、まあやっぱあのプロ野球選手ならもうね、うん、来年以降って戦力外通告ってあるけども、うん、まあお金があるっていうことは、でも契約はしてくれるっていうことだったわけでしょ、うん、はい、うん、だけどそれはその誠意を感じないし期待されてないところでは、うん、まあやりたくないという、まあ、これはもうプロの世界だからしょうがない、ね、そうです、ただやっぱこう伝わる空気感ってあるんだよ、うん、はい、やっぱ契約更改って、うん、え何みたいな、この空気はみたいな、うん、時もあるんだよね、いやだから、まあ、それは感じ取ったんだろうなっていうふうには思うけどもね、うん、まあ、まあ、ベテランってやっぱりそんなもんだよ、辛くなるよ。そうですね、まあ、今までやっぱり VIP 級の待遇、うん、やっぱりこれまで来ていて活躍されて、うん、誰しも確かにこう、ね、いつかは下がっていくというか実力がなってきますけど、その時のやっぱりその球団がどれだけ
ギャップがありすぎるんだよ、うん、例えばね、9億で本当にね、9億以上かも、9億より下っていうことはないと思うんだよ、はい、この提示が出た時にね、うん、最初買えるという9億、ね、やっぱ9億のじゃあ勝ち星って何勝なんだって言ったら、うん、なんか毎年最多勝争いをして、うん、最多勝を取らなきゃいけないような、はい、まあ、そういうイメージがある、うん、でそこからどんどんどん目減りするでしょ、はい、それはね、どんどん寂しくなるよ。そうですよね。そうですよね。いや、もうお金はいらないっつっても、うん、やっぱそのなんていうの、このお金がやっぱプロの価値だから、うんうん、ね、9億って言ったらやっぱ球界帰ってナンバーワンという、そうですね、まあ、そこからのスタートだから帰ってきた時に、うん、それはやっぱ寂しい思いしてもある程度仕方ないなっていうふうには思うね、うん、何か自分の存在価値みたいなものを、うん、なくなったよね、うん、提示されてるような、あとはやっぱり誠意を、うん、誠意だったり必要ともされてないっていうような交渉の空気感、いやだからお金は持ってるよ多分、はい、ね、相当、あ、もう食うに困らない、そうですよね、何食ったっていいみたいな牛と毎日食ったって全然余りますよね、まあまあ例えばそういうのがあるけども、うん、あまりにも金はやらないって言っても、うん、あまりにもなんか小銭みたいなそんなんじゃさ、それはそうでしょう、ね、そんなんじゃやっぱガクッとくるのは分かるよ、うん、でもそのぐらいしかやっぱこう提示してされなかったっていうことは、うん、もうあえてそれで言葉じゃなくて、うん、これでやっぱ価値を、うん、提示したということだから、まあ、寂しい思いはするだろうけど、これも仕方ないな、切り替えていくしか。そうですよね、うん、なので、でまあ、他球団、まあ、今ね、ヤクルトが乗り出してますけれども、はい、まあ、ヤクルトは本当に今、ピッチャーが、うん、まあ、外国人投手もいなくなってしまったので、まあ、そうだね、まあ、ピッチャーがピッチャーがって、あまりにも言うとさ、うん、本当にいないのかって怒り出すからね、多分ヤクルトのピッチャー陣がね、俺らもね、なんだお前、ピッチャー陣、ピッチャー陣って、うん、いるのがいるんだよ。そう、いるのがいるんですよね、ただ、なかなかっていうところなんですけど、そうそう、これ、仮にですよ、田中将大投手、まあ、ヤクルトに決まったと仮になった場合は、はい、やはり大きいですか、そのチーム的にも存在というのは。まあ、大きいか小さいかっていうのは、うん、やっぱ入った時にどういう存在感を示していくか、うん、まあ、これによって決まるよね、はい、もうマー君というのは分かってるわけだし、うん、ね、あと3勝で200勝、はい、あと10何勝で200勝っていうのも2人抱えなきゃいけないっていうのは、そうですね、まあ、結構あれかなと思うけど、まあ、うん、あの勝敗という意味ではリスクをね、はい、まあ、石川にはやってほしい、うん、ね、マー君はまだヤクルトでは1勝もしてないわけだからさ、まだそうですね、そうでしょ、うん、だからそしたら石川の思いの方が強いよね、はい、これをどう考えるかだよね、うんうん、だから石川に絶対200勝させてやりたいというふうにしたら、まあ、ただ3勝だけども、うん、あとね、うん、でも3勝1つ勝つっていうのはもう大変になってきてるから、そうですね、だからここら辺も、まあ、言ってくれたら中継ぎでも何でもいいって言うんだったらさ、うん、これは話は分かるけど、うん、もう先発しかやりませんみたいなことではなんかちょっと困るなと思うよね。どうなんでしょうかね、田中将大としてやっぱりあくまで先発っていうこだわりは、いやー、俺はあの気持ちがあるんだったら、うん、あれリーグ優勝かな、決めるときに抑えでやりましたね、はい、まあ、当時の力とは全然違うけども、うん、あんな気持ちがまだ残ってるんだったら、うん、それを中継ぎ抑え後ろの方持っていっても、まあ、まだまだ151イニングで限定で投げれば相当な力持ってると思うしね、はい、うん、で先発で少し5回までっていう温存しながらっていうふうに考えると、うん、まあどうなのかなっていうのも思うしね、うん、だからまあなかなかやっぱこう起用法っていうのはまあなかなか難しいと思うけど、はい、まあ、まあもちろん先発使っていくだろうなと思うよ。そうです、ね、取ったとしたらね、うん、あと他球団が出てきそうとかそういったチームってありそうですか。騒がないよねあんまりね、はい、うん、だからこれが不気味でね、不気味。そうですね、うん、まあ突然この時期に辞めたみたいな、うん、みたいな、いやもうトライアウトも何もかも終わっていて、うんうん、それでなかなか動きにづらいと思うよ。ドラフトも終わってて、そうですよね、うん、で外国人も、うん、あ、決まるところは決まり出してますね、決まり出してきてるしさ、うん、だからまあそれはやっぱ結構難しいところはあるよね。で現段階でまあ FA している宣言しているその石川修太投手と福谷投手がまだ、はい、どこに行くか決まってないとか、あと現役ドラフトもこの後控えているので、まあ、そうだな、そこのなんか兼ね合いっていうのもあるんですかね。まあ、いろいろあるよやっぱり、うん、
で枠があるからね、その中でやらなきゃいけないし、うんうん、まあなかなか本当難しいとは思うけどな、うん、あと一部ファンの間では巨人でもう一回坂本選手とマー君の姿が見たいと、あの幼少期の時の、幼少期の時知らないのね多分みんな知らないと思うよ多分写真だけは見たことあるってことなんでしょうね、もう同じに撮るかな、もうなんていうの、もうなんか気を使わないで坂本にはいろいろ野球やってもらいたいよそうね、もう余計なことしょうがないでしょうがないね、マー君と肩組んで写真撮るとかさ、うん、もうええやろ、もうね、もういいんじゃないか、ええ年こいて、そうですよね、いやいや、そう、もうお互い大人だし、うん、お互い本当に実力者だし、はい、もうそんな絡みなんか いらなくないか、なんかこう、マー君が投げて、そのサードで坂本選手が守る、その姿から見たいっていう巨人の方がいたので、まあ確かにね、うん、いや気持ちは分からないではないよ、はい、気持ちは分からないわけではないけど、もうええおっさんやからな、2人とも本当に、まあそうですね、まあね、それだけで取るわけではないですからね、まあまあそうね、やっぱり実力がないと、やっぱそういう記事も辛くなるからね、そうですね、うん、2人活躍して、うん、ね、いやなんか少年の気持ちに、少年のような心で今やってますよって言うんだったらすごくブレイクしていくと思うけど、はい、これがなんか2人ともな、うん、結構昨年というか今年は厳しい年になっちゃったからな、そうですね、お互いだから、まあ、そんな余計なことよりも、うん、やっぱお互いがしっかりした成績を収められるような環境でいてほしいなというふうには思うけどね、うんうんうん、そうですね、まあね、あまりにもちょっとビッグニュースが本当日曜日のね、プレミア12の決勝前に飛び込んできたので、でもマー君が他のチームでも、ね、うん、全然やりたいと、はい、この王者終われないと、うん、ね、まあ、確かに3勝というね、うん、あと200勝というのがあるけども、まあ、それ以上に野球に対しての情熱とかね、はい、そういうのがあるんであればもう本当に続けてほしいよね、そうですね、だって金があるんだもん、そうですよ、メジャー年金も入ってきますし、楽天買っちゃえってあ、逆にお前が買えみたいなオーナーになってしまえまあね、お金ではないところでおそらくあのね、まあ、それはそう、あの判断したんだろうなと思うので、はいはい、まあ、来シーズン違うユニフォームにはなるとは思うんですけれども、はい、またちょっとマウンドで躍動している姿見たいですね、まあ、そうだな、なんかいや最後のね意地を見たいよな、見たいですよね、はい、はい。